イベント来るわた。一緒に頑張りましょうね。ですね。え、すごいな。キララファンタジアがコミカライズ化されるんだ。すごい話です。おお、うちも歩けば宝に当たるってね。もしかしてなのか。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。千秋のシアリオが出ましたね。そうだな。キララタイム、ゆるキャンだな。震えてますね。石を10個いただきました。いらっしゃい。お夕飯？え、トレーニングするの？よし、頑張ってくぞ。すみません、ありがとう。助かっちゃった。コミッションをゲット。プレゼントも14個もらえるみたいですね。石が20個。石が結構もらえるんだ。190になりましたね、これで石が。瞬間見てみますか、なんかある。こんばんは、夜もお手伝い頑張ります。ランプ限界チャレンジ、水属性と土属性があります。まずクエストが何でも基本ですよね。え、キララファンタジアセカンド開催記念クエストっていうのがありますよ。これもやっていかねばなりません。2周年のイベントは券取れましたからね、行きたいと思います。ランプの限界チャレンジ、いやまあ確かにです。すごいんだけどな。ギガファイルが無料で使用できます。パスワードつけたらダメっていうのか。なるほど、トキルームコンテストっていうのもやるんだ。
日は。なんて素敵なのです、女神候補生として。たまには修行もしませんと。そんなの無理だよな、ということで。女神候補生として初めて聖典を読んだ。限界チャレンジしかないのか、開催記念クエスト。聖典に紡がれた。まあここはやっても仕方ないですね。ならば普通に曜日クエストとかやってみるか。もう水属性、つまり。そろそろ行きますよ。くれぐれも無理はしない。厳しいわね。やらせない。この技なら一発で倒しちゃうんですよね。ちょっと余裕が欲しい。こういうことですよね。はい、これなら。皆さんお願いします。少し待ってください。こうこうしてできました。今はどんどんこういうスキルレベルを上げていきたいですね。そしてもう一つ残ってます。こんなのどうってことないわ。こんなのどうってことないわ。ほう、やばいかも。特訓の成果見せるとき。アルシーブ止めるんじゃない。落とせ。止まるんじゃないぞ。待ちこーい。ん、何もなかった。はい、分かってるわよ。まずいわね。強い。管理しっかりね。水の圧力、圧力倒しました。よく頑張ったわね。おっと、星でも上がった。星も40もらいました。じゃあ早速サッカークエストやりますか。皆様のやりとりをこんな間近で見られるなんて。ドヘヘ。危険です。ドヘヘって。コーチ先生プロデュースハラミネーション。なるほど、ハルミネーションなんだ。インタビューなんか送られるんですね。収集クエストもあります。これは楽しみです。この戦いが終わったらカレーを食べるんだ。まあちょっとなんか声が長縄マリアとかモーカーリカに似てる感じがしますね。まず普通に物語進めていきましょう。飛んでますね。え、うーん、4コマ漫画なのかこれ。あ、はい、異世界。絵がいいですね。じゃあ、異世界転生だな。細野晴美です。花の髪飾りは地球でいうパスポートみたいな感じ。あ、いいですね。こういう役もできるんだって。なんで？邪神ちゃんみたいなものだけじゃなくて。
はい。ランプです。奥はマッチ。そしてトラリアの女神がソラ様って言うんですね。え、じゃあ飛べるんだ。4コマで進んでいく感じですよね、話が。バトルはないのかな。私はキララ。へえ。はい。あれ？それはすごい能力だ。カレーの作り方。ようやくバトルの彼が出てきて、モンプレイヤーキャラクターの選択可能って出てますよね。行ってみましょう。張り切っていきましょう。行ってみたいな。確か、はい、うん、そうですね。パラパラ。つまりじゃあ、おっと、さすがです。さあバトルへ。やっつけましょう。まあここでいきなり登場させてもいいんですね。なんか強そう。ソイ。ソイがいいですね。時間がない。調整図らないとな。いろんな薬を混ぜてみたよ。混ぜた。気合を入れて、いざ。えい、痛え。痛えが可愛い。やるっきゃないよね。使ってみよう。このスプーンのサビにしてくれる。スプーンのサビ。ピュン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 。ドアの取っ手を木のやつにした。やった。おー、こうなってんのか。それは良かった。ああ、そうですよね。なんてこった。カレーだから帰る。元気がない時こそカレー。一緒にカレー食べよう。カラミネーションの世界いいですね。そういえば、え、はい、確かにすごい。あとは、え、
3、これをクリアすることでどんどん石もらえます。元気がない時こそカレー。確か、はい。カレーにこだわるな。クリエメントではない。カレーの完成度。さあこれはこちらの出番かなと思いきや、一つありますね。こっちで行ってみましょう。気がついた。はい。じゃあ。もう困るね。そうだね。やっぱり思った通り。受けて立ってやる。手加減しねえからな。絶対大丈夫だから。飲んで飲んで。えい。サポートだって大切なんだからね。やったわね。近づいたら撃つよ。手加減しねえからな。こっち来るな。手数はまだあるんだから。えい、あれ大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。じゃあね。なんか松ぼっくりというか、おんち揚げに見える。さつま揚げというか、一丁上がりって感じかな。歌舞伎揚げというか。ダメか。さあ学会行きますよね。カレーの完成度はすごいよね。美味しいやつ。カレーの完成度はすごいよね。9節。スケッチ。うむ。マジで。元気がない時こそカレー。じゃあ。
ね。じゃあそうだねっていうのはありますね。細野晴美です。花の髪飾りは地球でいうパスポートみたいな感じ。すげえ。うん、最悪か。はい、スコップ持ってそう。なるほど。カレーの完成度はすごいよね。まだまだ続きます。水属性かな、これですね。ちょっと変えてみよう。始めましょうか。ね。畑はスマホの。お、クエストですね。うん。そうだね。確かに。これなら。はあ、よっ。あたしの出番よ。じっくり見てなさい。へい。もっと透明をさせない。わかってるわよ。まずいわね。いや、最後の一発がすごい強かった。まあどちらにしても倒しました。どうにかなったわね。続くんですかね。晴天に紡がれたもの。皆様のことをし、カレーの完成度はすごい。皆様、例えば私の好きなのはアリスですよ。25章までか。皆様がふむふむ。それなら、ミュウキャンのナデシコか。うん。へえ。いや、違うだろう。なんてこった。まさか。何が？この戦いが終わったらカレーを食べるんだ。スモーフラグ。ねえねえ、
300いきましたね。朝昼晩とおやつと夜食の5食全部がカレーでもいける。すごいな。召喚エイド。今夜はお月様が綺麗ですね。まあ、こちらは召喚もできるんですけどね。カラミネーション。なるほど。ほぼ全キャラっていう感じですね。あ、この中でも高い人はないんだ。変わらないんだ。そう、細野晴臣だけが高いってことですね。やってみましょう。開きますよ。こんな感じで進んでいきます。お、星4、クネガーボタン、アーハピー。次に、さあ、星4以上、来る、来い。あー、誰と。僧侶の久米川牡丹と申します。こんな私が皆さんを癒せるだなんて感激です。僧侶か。諸事情で応急処置などには慣れていますけど、ほぼ自分に施すのみでしたからね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。綺麗ですね。また一つ成長したな。感じですね。うち、この戦いが終わったらカレーを食べるんだ。はい、こういうフラグを立ててますが、このゲームはここまでです。ありがとうございます。ぜひぜひお気に入りましたらチャンネル登録お願いいたします。
あと40人ちょっとぐらいで1000人達成できます。1000人達成すれば収益化のチャンスなども出てまいります。ぜひご協力をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また、ゲーム動画で以降ではゲーム実況ライブ配信をやっております。ツイッターで、配信を行う前にお知らせをいたしますので、よろしければフォローお願いいたします。次回はこのカラミネーションの続きをやっていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の以降でした。